最近肩が上がらなくなった、肩を上げようとすると痛い、あなたの肩大丈夫ですか？肩が上がらなくなるのを放置しておきますと、服を着たりとか高いものを取るとか、そういうところに支障がきます。場合によっては痛みのために夜も眠れないような症状が出る人もいます。体操で健康維持、5分で納得、静岡体操塾。このコーナーは体、頭、そして心を元気にする体操をご紹介します。ナビゲーターは大沼さなえさんです。大沼さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。まあ、本当に寒くなりましたので、ね、こんな体勢になってないでしょうか。この姿勢は胸に、ね、ストレスが溜まってちょっと風邪をひきやすくなるので、肩を少し巻き込みを取りながら、はい、姿勢に気をつけて行っていきましょう。はい、で寒い時期は特に首筋も起こりますので、ね、今日はそのストレッチからと思いますが、まず椅子におかけになっていただいて、はい、皆さんもテレビの前でもちょっとしていただければと思います。でよく首筋ってこういう風に皆さん、ね、やってると思うんですが、そこに一手間加えるとストレッチの効果が高まるので、はいはいはい、手のひらを外に向けます。で腕を少し下に下ろして、そしてこのまま首筋をゆっくりじっくりと伸ばすという 1,2,3,4,5、 はい、これ手のひらをこう外に回して行うと、あ、もう5秒で大丈夫です。はい、反対側にしましょうか。はい、これでここの首のストレッチ効果高まりますので、腕もなるべく下に下げて、でここら辺、あ、伸びてるな、気持ちいいな、で 1,2,3,4 ゆっくりじわじわですね。そうです、はい、何でもゆっくりじっくりというのが、はい、このコーナーでいこうと思いますが、はい、はい、こんな形でちょっと一手間加えて、うんうんうん、はい、ストレッチ効果高めていただければと思います。はい、ちょっとね、ほぐれてきたところで今日の体操のご紹介します。はい、最近肩が上がらなくなった、そんなお悩みの方必見です。はい、今日のテーマはこちらです。両肩すっきり簡単筋力アップです。年齢とともに肩の筋力が落ちてくるとどうなってしまうのか、専門家の方に伺ってきました。年を取ってきますと関節の滑りを良くする機能が落ちてきて、擦れたりぶつかったりすることが出ます。そのために痛みが出て、肩を使わなくなって力が弱くなって、正常の位置関係からずれた状態で肩を動かすと余計ぶつかったりします。そういう症状がいわゆる40型50型と言われるものです。場合によっては痛みのために夜も眠れないような症状が出る人もいます。さあ、そんな時におすすめなのが、市民の健康づくりのために作られた静岡伝伝体操というのがありまして、その中の座って行う第二の運動、肩周りをこう鍛えるという、はい、そういう運動なんですね。普段ちょっと運動不足だなという方もしていただけたらなと思うのですけれど、はい、テレビでは実はとっても地味な動きなんです。これだけっていう動きなんですが、はい、地味に確実に筋力がつくので、ちょっと紹介させてください。はいはいはい、では軽くグーを作りまして、で手の甲を上にしながら4秒で真横に上げて4秒で下げる。その時に姿勢を、はい、なるべく皆さん背もたれからちょっと起こしていただいて、姿勢を正しくして、でいきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8、これだけなんですけれど、これもう一回、はい、1,2,3,4、これ四十肩の予防にはもちろんなんですが、女性が気になる二の腕の引き締め効果もあります。多めにやっておきましょうか。そこゆっくりじっくりじっくりじっくり、はい、じわっと聞かせていただきたいと思うんですね。で最近、まあ、コロナ禍でご両親とかおじいちゃんおばあちゃんの運動不足を気にされる方がとっても多いんですよね。なのでその時に、例えばもみじを歌いながらおばあちゃんと一緒に、はい、やってみると、皆さんもちょっと歌ってみましょうか。はい、はい、秋の夕ゆっくりです。はい、てる山もみじ、歌詞忘れたらラララララ危ういなと思ってます。ラララララララ、これでやってるとね、なんか分かんないと歌詞作っちゃってもいいので、はい、そこに今度は余裕ができてきたら足踏みもつけると、おばあちゃんたち全身運動になっていくので、もう一度、はいはい、秋の夕日に、あれ、照る山もみじ、恋も、ララララ
ラになってきました。アリスさんも裸足になって頑張って、今ちょっとねヒールを履いていたものでしっかり裸足になってから、そうすると肩周りの筋肉は今ほんの数回でもほかほかしてくると思うんですね。そうするとこの時期やっぱり体の冷えというのも心配なんですが、筋力がつくとそれだけ体温も上がりやすくなるので冷えの予防にもつながるので、本当に単純な動きなんですけれども、これをちょっとお家でやっていただけたらなと思います。でもみじを1番2番やると8回ぐらいこれできるんですね。だいたいそれで10回ぐらいが目安なので、それを 1週間に2回ぐらいやっていただけたらいいかなと思います。無理のない範囲で自分のペースで無理なく楽しんでやってみてください。はい、はい、静岡でんでん体操は静岡市の公式 YouTube チャンネルでも配信しています。地域リハビリテーション推進センターにお問い合わせください。そしてより詳しく知りたいという方はこちらです。県内の各図書館で DVD の貸し出しを行っていますので、そちらをぜひご利用ください。さあ今日はねちょっと本当単純な動きなので覚えやすいと思うので、いつでもどこでもやってください。で次回は見返り美人腰回りストレッチご紹介します。はい、以上5分で納得静岡体操塾でした。